はい、こんにちは、りほこです。今日はリクエストでいただいてたイベントとか推しに会う時に持っていくポーチの中身教えてくださいっていただいたので、そちらを紹介していこうと思ってます。私自身 3,4 年ぐらい前とかは結構声優さんのイベント行ったりとか、もうちょっと前になると歌い手さんのライブに結構頻繁に行ってたんですけど、最近だとあんまり行ってなくて、イベント系は行かなくて、たまに好きなバンドのライブに行ったりとか、あとはさくらあやねちゃんが好きなので、あやねちゃんがいるアニメのイベントにたまに行ったりはするんですけど、もう最近は本当にイベントもすごい好きなんですけど、イベントバンバン行くっていうよりかは、本当家でゲームやってアニメ見て漫画読むっていう在宅オタクになってますね。っていう感じでポーチの中身ですね。イベントとかに持ってく必要最低限入ってるポーチの中身を紹介していこうと思ってます。使ってるポーチがこちらになってます。こちらはポール&ジョーの去年か一昨年くらいの限定品の中に入ってたポーチになってます。ちなみにライブとかで遠征行くときは結構大荷物になるので、こちらのディオールのポーチ使ってるんですけど、去年のクリスマスぐらいの時に出たリップとか買うとついてくるようなポーチだった気がします。いつも使ってるこちらのポーチの中身を紹介していこうと思います。ポーチの中身全部出すとこんな感じになってます。一個一個紹介していきます。まずは櫛なんですけど、普通にもダイソーの折りたたみ式の櫛になってます。前髪がこうちゃんとないと不安になるので、絶対に櫛は持ち歩いてます。あとは直し用のパウダーのファンデーションはこのアルビオンのファンデーションになってます。アルビオンのホワイトシフォンルミナスですね。多分一番明るいピンク系の色を使ってます。ライブとかトークショーだと分かんないですけど、もしの握手会とか接近戦だとこのテカリとかやっぱ気になるじゃないですか。なのでそういう時にこちらのアルビオのファンデーションだとしっかり瞬時にカバーしてくれますし、ちょっとマット系にはなるんですけど、ほんと崩れにくくてそんな乾燥もしづらいなって思ったので、すごいおすすめです。カバー力もすごい高めですね。で次がチークなんですけど、穴水のチークですね。色がこんな感じになってます。でチークなんですけど、ブラシも入ってて持ち運び用でアイカラーとか目の下にも使いたいのでチップも入れてます。チークで使うときはブラシでこう全体混ぜて使ってるんですけど、アイカラーで目の下に使うときはこの濃いめの色とこの上のちょっと薄めのピンクをチップで混ぜて目尻のところにつけてます。で次リップなんですけど、あんまり口紅しっかりつけるのがそこまで好きじゃなくて気になっちゃうんですよ。で普段いつも使ってるのがこのポール&ジョーのリップスティックなんですけど、101番の色になってて、このリップはすごい発色がいいわけじゃないんですけど、ほんのり血色よく見せてくれて、すごいしっとりして乾燥しづらいので普段使いにすごい使ってます。口紅はこのさっき紹介したリップか、あとはしっかり色つけたいときはこのエスティローダーのリップスティック使ってて、ちなみにランマルって彫ってもらいました。色はこんな感じでしっかり色がつく感じになってます。ちょっとマット寄りな感じですね。でこのエスティローダーのリップすごい長持ちするんですよ。で色もしっかり出るし、ちょっとボルドー寄りの色になるので、これから秋とか冬にかけてすごいおすすめかなと思います。去年買ったので今ちょっとあるかわかんないんですけど、多分あるかなと思います。限定品じゃなかったので。で次はリップグロスなんですけど、この3のリップグロス色はこんな感じのピンクになってます。さっきのエスティの口紅つけるときに上から3のリップグロスつけると、ちょっとさっきのボルドー味が収まって色が薄まるので、この組み合わせすごい好きです。ちなみにこのリップグロスなんですけど、前の職場を退職するときに後輩のみんなからもらったものになってるんですけど、その後輩の一人にすっごいオタクがいて、でめっちゃオタクなんですけど、最近の乙女ゲームはあまりわからないって言ってたので、ちょっとアプリでもできるから絡まりやってみてよって紹介したんですよ。そしたら次の日めっちゃ岡崎系のオタクになってました。次紹介するのは、秋とか冬はあんま使わないかもしれないんですけど、春夏で汗かく時とかは本当におすすめなもので、このポール&ジョーの部分用の下地なんですけど、だいたいお鼻周りとかにつけるのこれくらいの量かな。こんな感じで汗とか皮脂で崩れちゃった鼻周りとかにつけると毛穴の凹凸埋めてくれて、汗ですごい崩れにくくなるので、なので夏場とかにイベントの前とかに崩れちゃった時とかはこの部分用の下地で軽くティッシュオフしてから鼻周りのせて、さっきのアルビオンのファンデーションのせて化粧直ししてます。次はアイライナー。もうアイライナーはもうずっと高校の時からラブライナー使ってます。最近またなんか柄が変わったみたいで可愛くなってました。出すとこんな感じです。もうしっかり黒になるし、汗とかでもすごい崩れにくいので、
16、17歳ぐらいからずっと使ってます。もう6年、7年ぐらい。であとポーチに入れてるのはハンドクリームで、これは友達にプレゼントでもらったロクシタンのハンドクリーム。やっぱ握手会とかで手カサカサだと思われたくないので、絶対握手会とかの前はハンドクリームでしっかり乾燥防いでます。本当に乾燥肌なので手とかめっちゃカサカサなんですよ。で次はこのアイグロス2点なんですけど、この上のがスックのアイグロスで、下がポール&ジョーのアイグロスなんですけど、ポール&ジョーのアイグロスは発色っていうよりかラメ感っていう感じになってて、目の下とかに涙袋で使ってます。あとはアイシャドウとか最初のせる前にアイホール全体にのせてアイカラーベースみたいにして使ってます。すごいツヤが出て綺麗になるので、スックのアイグロスはもうしっかり色がつくので、アイシャドウとか全部つけた上にまぶたの上に軽くポンポンってのせてます。ちょっとのせるだけでこう赤くなるので、アイシャドウとかがブラウンの時とかでもまぶたの上にちょっと軽くのせるだけで雰囲気変わるので、すごい毎日使ってます。ポーチの中身は以上になってます。ちょっとでも参考になったりとかしたら嬉しいなって思います。見てくれてありがとうございました。